吉原から逃げ出した遊女の悲惨な末路、遊女の中には足抜け、つまり逃亡を企てる者もいた。遊女の逃亡は義郎にとって管理不足が露呈する大事件であり、最大の恥とされている。一人の女性を遊女に仕立て上げるには長い年月と手間とお金がかかっているため、何としてでも遊女を連れ戻そうと躍起になった。遊女の足抜けが発覚すると、店の男衆が必死で探し回り、大抵は3日と経たないうちに遊郭へ連れ戻される。逃亡が成功してしまうと、他の遊女が自分も逃亡しようと考えるようになってしまうことを防ぐためでもあった。そしてその後、遊郭へ連れ戻された遊女は罰としてひどい折檻を受けることになる。なのでお客と一緒に逃亡した遊女は追っ手に捕まる前に心中を企てることも多々あった。遊女は義郎での生活に耐えきれなくなり、好意を持った男性客や恋人と生活を共にしようとすることがあったのだ。遊女は一見華やかな生活のように見えるが、義郎ではかなり酷使されており、虐待などが行われることもあった。そうした生活に苦痛を感じ、男性客や恋人と逃げようとしたのだ。